スマは海上自衛隊が運用していた海洋観測艦。艦名のスマは兵庫県スマ区の名称地、スマに由来し、旧海軍の防護寿命艦、スマ、宝艦、スマ、米海軍から供与された特務艇スマに続き本艦で四代目。対戦線のパッシブ戦火に伴って海上作戦の効率的な遂行には、 海洋環境資料の収集が求められるようになり、海底地形、低質や潮流、海流、地磁気、水質や海上気象などを相互に関連づけて、精密に測定する必要が生じた。このことから、海上自衛隊では昭和42年度計画で、赤潮、建造、1969年には、その運用部隊として、海洋業務隊を、新編して、 海洋環境情報活動に着手した。しかし、同館一隻では十分な情報収集体制の構築は困難であったことから、1974年より、カサド型総海底5隻を順次に海洋観測艇に改造し、海洋観測任務に充当した。これらの艇は、建造から20年近く年数が経ち、艇体も過小であるため観測機材の大型化に、 対応できないため、より大型化した代替艦が求められた。これにより、中期業務見積もりに基づく昭和54年度計画で建造されたのが本艦である。当初は複数艦の建造が計画されたが、これは実現しなかった。左辺広報からの官影。作業間板は右舷側より短くなっている。設計面では、明石と同様の小線構造。 朝鮮首労型とされている。また右舷側が観測甲板とされていることから、こちら側の選手労は短くなっており、完備甲板と辛地の作業甲板が遊歩甲板様に煙突直下まで続いているのも同様である。一方、本部の海洋観測のほか、音響観測の音源管としての機能も備えているため、音響観測の能力は強化されている。また、 計画年度にして3年先行する2050トンが高いよう、観測艦、二みと同様に、原用タンクを備えている。装備機材が多い割には、線形が小型すぎて、余裕が少ない艦ともされている。なお、任務の性格上、長期の航海が要求されるので、居住性向上のため内装を充実しており、自衛艦としては、例の少ない年装が設けられた。艦としては、 当時の補助艦艇で一般的に用いられていた直列6気筒の富士ディーゼル6リットル 27.5XF ディーゼルエンジンが2機搭載された。また観測時の簡易保持及び静粛性が求められる低速航行時に使用する補助推進機として監視部に陰見式のアジマススラスターを備えている。妻は 中期業務見積もりに基づく昭和54年度計画海洋観測艦5103号艦として、日立造船舞鶴工場で1980年9月24日に寄港され、翌1981年9月1日に浸水、1982年1月18日に行使開始、同年3月30日に収益し、海洋業務群に編入され、横須賀に配備された。 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に対する災害、派遣に従事した。2015年6月26日に除籍された。収益から退役まで一貫して海洋業務軍の直轄艦として運用され、33年間の艦歴において海洋観測124回、防衛省技術研究本部協力8回、試験協力19回、 業務協力11回、災害派遣2回、走行会時間数72,659時間、走行程は地球約32周分にあたる692,940回りに及んだ。ありがとうございます。